の剣道大好き大好き大好きさあ、ということで、はい、あの本日はあのキッシーさんの大ファンだというこの方で来ています。この方でどうぞ。何回目のも腰が低くて、湯葉県武めめの先生でございます。お願いします。ということで、まあ、キッシーさんが、あの、まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、一級への道ということで、本日はあの私の指導しか受けてないので、今回は上野先生のご指導をいただいて、いろいろ商談していただこうかなと、はい、商談というか昇級していただきたいなと思います、はい、見ててどうですか。かわいい。ありがとうございます。あの褒めるところが違った剣道的なところかなと思ったら人格がかわいい。元立ちしてくださる方とご紹介します。はい、この方です。どうぞ。五段の先生に受けていただきますので、はい、ね、しっかりじゃあちょっと意気込みお願いします。頑張るぞ。生アムロでございます。なるほど。岸田すいません、やるわけでございます。ありがとうございます。急に出しちゃった。ありがとうございます。それでは参りましょう。せーの、始め。はい、ということで、あの本日はですね、あのゲストで来ていただきました、あのリバー犬の武見上野先生に、今度はキッシーのご指導をしていただこうかなと、はい、思っております。まあ、キッシーちょっとあのね、一級への道っていうところで、なかなかこの私だけのアドバイスになっちゃうので、はい、まあ、上野先生外部のセカンドオピニオンじゃないですけど、あの違う人にアドバイスしていただいた方がいいんじゃないかなと思いまして、やっていただきます。で、まあ、キッシーが面打ち、固定打ち、固定打ちを打ったところを、まあ、一個一個あの気になったところを、僕じゃなくて、僕は我慢しながら上野先生が指導する、はい、で今日は元立ちでご協力いただきますので、渡辺先生でございますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは早速、じゃあ岸、じゃあ渡辺さんにちょっと面打ちを送っていただきます。じゃあ、お願いします。まず岸、何て言うの。まず岸の面打ちで2本を送ります。面打ち、大きな声です。やYeah!
それであって今あの太郎先生こうやってきちっとこうコテッと真正面で上げてくれてるから、あのそのまんままっすぐ手をこうやってコテッと、確かにコテはあの右側にあるからこうやりたいんだけど、そうじゃなくてまっすぐコテッね、両方ともまっすぐ、はい、うん、どうもありがとうございました。